はい、皆さんこんにちは。ミトラッチの土曜予報執筆者のビビアン・ミトラです。よろしくお願いします。まあこの名前もね、やっぱり変えようかなと思う今日この頃、今日のご予約状況なんですけれども、13時が空いております。この動画見て、あ、予約したいと思った方いたら、ぜひよかったらご連絡ください。よろしくお願いします。普段は霊感霊視を用いまして、対面鑑定と電話鑑定をしている、まあそんな商売人でございます。どうですが、皆さん昨日大丈夫でしたでしょうか。まあ、気持ちがね、ハイになって高ぶりやすくて、いろんなことやっちゃいやすいって言うんですけど、まあやらかしましたね。私も動画の方は大丈夫だったんですよ。動画の方はね、わりかし、っていうか、そもそも見に来る人がいなかったので、そうそうしてもそんなにダメージがないようになっていたんですけど、まあ勝てないですね。まあ、ちょっと落ち込んでます。で、今日、まあ、皆さんはどのような理由でやりすぎたと思っているのか、落ち込んでいるのか、またはその波をかぶらないで来ているのか分かりませんが、もしなんか気持ちがね、ズーンと落ち込んじゃった人、気温が下がったり上がったりっていうことが影響してるんだと思いますので、まあ明日12日にはもうなんかどうでもよくなるんだな、まあいっかと思えるんだなっていうぐらいの案件ですので、なんか自分の一生を左右したというふうには考えずにやり過ごしていただけたらなと思います。うまくやり過ごせない方はもう今日は一日寝て過ごしてもいいと思います。本当にね、気持ちの変化もいろいろな些細なことでね、もうダメだって思った時も変わったりしますから、変わることもあるんだ、そのレベルなんだっていうふうにね、まずはね思ってもらえるといいと思います。よくストレスチェックで使うんですけど、10段階中あなたのストレスいくつですかっていうのをやるんですね。で、まあ、10分の10だったらこれ絶対やばいですけど、ちゃんとカウントしてみたらね、あ、10分の4ぐらい、まだいけるかなみたいなこともあると思うんです。なので、まあ、ひどく落ち込みすぎないようによろしくお願いします。そんなわけで、神頼みをするんだったら引き続き大黒様ですね。あとは、まあ、神田行人などもおすすめしております。はい、で明日以降なんですけれども、今日が、ね、11でしょ。で、まあ、今日はやばいと思っても落ち込みすぎないでって話はもう終わりました。で、多分動画撮影しばらくサボるので、ね、12、13明日以降はね、お稲荷様とか東京大神宮様とかお伊勢様とか、そういうこう縁結び、人をつなぐっていう、なんでしょうね、なんかこう地の縁みたいな感じなんですよね。出雲大社様の縁結びって、私の中だとなんかこう縄を本当に引っ張ってきてグズズズズって感じなんですけど、こう東京大神宮様だったりお伊勢様だったりとか、なんかそういう感じの縁結びって、こう上から見てこういうマッチングはどうでしょうかみたいな感じなんですよ、私のイメージ的なものなんですけれども。でしかも、どちらかというとですね、お稲荷様とか東京大神宮様とか小さいお社の方が明日以降はね向くんです、明日明後日は。なのでこれを私なりに解釈するとどういうことかっていうと、すんごい遠方とかから縁をつなぐんじゃなくって、あなたのこう身近、本当にイメージからするとお住まいの氏神様の手の届く範囲というか、そういう本当に身近な中で何かご縁をつなぐだったりとか、お仕事をつなぐだったりとか、そういうイメージを持っていただいたらいいと思います。いや、自分はね、実はね、三田さん、パワースポットとかそういうところにね行ったりお参りしたりするのってあんま好きじゃないわけよっていう方なんかは、なんかこう自分の勘でいいと思うんですよね。自分の勘でなんかこう自分の中で身近感とか、地域だったりとか、なんかそういうイメージに合うような縁を動かす、大事にする。だから SNS 上でもあると思うんですよ、なんかその広範囲なファンの皆さんに向けてっていうのと、本当にまあ本当身近な昔からのお友達とかに向けてとかって、同じ SNS でもくくり違うじゃないですか。その昔から親しい人たちとか、顔がリアルに会ったこともあるような人たちっていうような感じなんですよね。もしくはそういうリアルに会ってもおかしくないような人たちとか、それぐらいの距離感の人たちと仕事やお金を動かしたり、縁を動かしたり、なんかそういうことをするといいんだなっていうことを、ちょっと今日の段階から頭に入れておくと、明日明後日動きやすくなるんじゃないかなと思います。で、土曜日、
二の取りいきます。ですね、自分の実力以上の要因を引き寄せたいという方は、やっぱりこの日に二の取りに変われるのがいいのではないでしょうか。なんかね、やっぱり自分の中で1だと思ってたことが10ぐらいの効果を生んだらすごく嬉しいと思うので、まあ、そういう時に行かれるといいかなというふうにね思いますね。まあ大鳥神社様にもその、ね、場所によって、多少個性がねあります。なので本当に自分に合いそうかなとか、ここ合うかなとか、前から気になってたんだよなみたいなものを重視して選ばれると、まあ、間違いというかな、少なくなるんじゃないかなというふうに感じます。本当人それぞれなので、あなたはこういう人、あなたはこうですみたいな感じをこう指し示していくのが、あのこの放送では難しいので、もうそういう人はこう、ね、聞いていただけたらというふうに思います。で、鳥の位置には行かないがお参りはしたいという方は、東京限定ですいません、東京大神宮様が東京あたりの人がいいんじゃないかな、いいだろうなというふうに思います。まあ、そんなような週末です。今日を超えれば明日以降はこうなんか縁を、冬以降をつながっていく縁、冬から春にかけての縁をつないだりとか、仕事相手を選んだりとか、そういうことに皆さんが無意識にシフトしていって、でちょっと穏やかに過ごすことができます。で19日に少し波がうわーってなるので、あのそこのところでまた解説でお会いできたらなというふうに思うんですけれども、まあ、ほぼ普段通りにね過ごして大丈夫だと思いますので、なので、ああもう土曜は明けてるんだ、ぐちゃぐちゃしてっけどまだこうちょっと残った雲があるけれども明けてるんだなみたいな気持ちで過ごしていただけたらなというふうに思います。TikTok はね、ちなみに、今日は確かあの高望みというか無難な線で、そんなに欲しくないのに無難な線で収めようみたいなことすると損するよみたいな日なので、あの本当にその妥協がいいのかっていうことを考えてみてください。なので今日はあのメンタルがわりかしね落ちやすいんだと思います。その無難な線で一回妥協しようとかっていうところにね転がっちゃうときって、あのだいたい自分の心がこう折れそうな時だったりしますから、本当にそれでいいのかなってちょっと考えて、でも今日そういう元気が出ないのであれば1日寝かせる、思い切って、まあ、2日ぐらいかな、48時間後にやったっていいでしょうこれみたいな感じで動かして転がしていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで今日の土曜予報でした。今日は特に雑談っぽいこと前半で言っちゃったんでもうありません。楽しく過ごしましょう。グッドラック。